のビート DJ ザイ聞かせてくれ。OK、 このビートの上で戦ってもらいます。勝った方がベスト4へと進みます。それでは呼びましょう、セイコー・ルイス高校エース。本当に兄弟対決になってしまいました。さあそれではいきましょう、8小節3本勝負、レディーファイト。始まった対決、これは兄弟、この二人の力ならば兄弟だけど、俺のやり方で So fly So high、 やり方はいつでも Go high Go fight、 まだ戦いは終わらない、ララバイみたいに呪文かけてやるよ、覚悟があるよ、だから飛ばしますよ、俺のラップショーの方がこのままマスト。どうしたんだ、さっきの勢いは兄ちゃんの前にして尻込みか、ほらそこらへん、そこは退きな、大きくなったな、でも中身はチビみたいで、教えてやるよ、お前はわかるか、なんだカッコタ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 コ、インばっかに踏まれてんじゃねえ、時代に踏まれてんじゃねえ、兄貴に踏まれてんじゃねえ、自分で踏まれてけ、イン僕踏むのはラップシーンな、当たり前なシーンだから、インビートにまたイン、お前に飛ばすインはいつもじゃイン、yeah、 俺がまたこれ悪魔のサイン、でてめえのことを呪ってやっても全然OK、だったらいいぜ、他の兄弟と遊ぼうぜ、こいつは本物の家族じゃねえ、遊ぶだけ、遊ぶだけでもこいつは過酷だね、つまり余計な言葉とかは全て打足だぜ、遊ぶだけアホくさめなことじゃねえぜ、お前のインとかポイントか余韻とか何ものされて引っ張ってジョインでポイント打っていくだけで終了、感じまったな、でも心は掴んじまった、スキャンダラスなものだぜ、黒と黒ブラックをブラック、関係ねえ何のフラグ、お前が開けるのは白旗のフラグ、プラスアウト、白旗のフラッグじゃなくて大丈夫、基礎からまずブラックだから大丈夫、ボインボインとか言ってるけどマジで俺ら土人、奴隷みたいに扱われる前にやろうぜちゃんと、そしてまた飛ばす眼光、これでやってるぜ、ここはヒップホップの格好でも大丈夫、これで俺は習うなら言う、お前にしとけ、お前に、お前にじゃねえ、お前に何を言うか鏡だぜ、返してやるよ、お前クソサッカー中身がねえんだよ、家に引っこもってばっかで何もチャレンジしてんで、何が兄貴を超えてな、もっと世にでストリートで全てを学べ、前に習えじゃないぜ、何を見習え、見たまえ、お前は単なる寿司の板前、これは誰のサンプリング、お前らいただきますといい板前、いや違う、弟よ死にさらせ、終了。それではジャッジに入ります、セイコー・ルイス高校エース、まずはエースが1ポイント、それではルイスが赤、はい、青がエースで、ジャッジのお二人お願いします、レディージャッジ、青青勝者エース、いや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 、これすごい戦いですね、本当に。さあ第2ラウンド終わりました、早いですね、第2ラウンド振り返ってみましょう、それではカンスさんではなくエロンさんから最初にいただけますか。そうですね、今の試合もすげえ良かったですね、ルイス1回戦すげえ良かったから、もっとかませんのかなと思ったら、ちょっとやっぱお兄ちゃん相手にちょっとあれと思ってるところにエースがその尻込みかみたいな、うん、なんかちょっとなんでお兄ちゃんやっぱ見るとお兄ちゃんの壁はでかいんだなと、なんかもっと行ったらいいのにって思うぐらいちょっとビビってしまってたというか、この兄弟対決のあれをね、俺初めて見たんですけど、レベルの高い兄弟ですよね、なんかね、いやすげえ良かったの、2回戦ルイス、はい、やっぱ兄貴前にすると MC バトルもちょっとこう出ちゃうんかなみたいな、あとはそうですね、はい、まあ、でもうぼちぼちやっぱあのうまいプラスやっぱ声の通りとかも、俺こっちおるからかな、すげえなんかちょっとちっちゃめで MC の声が、モニターがなんかなって、ね、多分若干感じますよね、若干多分こっちだからと思うんですけど、そんな中でもこうやっぱ通ってるやつが客も声上げてるんで、その辺がもう全員クリアできる人たちが残ってると思うので、なるほど、楽しみですね、ありがとうございます、はい、カンさんお願いします。いや、そうですね、前半の方のやっぱ内方だったり、うん、まあ僕は結構八王子の、ローヒーフなんかちょっと気になる感じのラッパーで、ちょっとまあ好きなタイプだったりするんだけど、まあね、どうしてもこう実力者がこの辺からは確実に勝ってくると思うんで、
まあ、そういう意味で言ったらやっぱこうナインフォーだったりいろんなこうスキルある人間、まあ、ルイスなんかも、まあ、僕は個人的にはすごい好きで、兄ちゃんのエースよりもルイスに期待してなんか鎖でちょっと色付けしとこうかなってぐらい好きなんですけど、ね、まあ、もう一回ドレッドに しようかなって感じで、まあそれから髪型までプロデュースするんですかって感じで、ちょっと次楽しみですね、準決勝。なるほど、ありがとうございます。